いるのか。うわいましたね。くっそあ、リスナーさんですか？ D2 の出待ちで殺して、その人でしたって、配信に来てくださるのを初めて見たんですけど、いや、ほんと一回だけ言いたかったんですけど、いいですか？自分があの、D2 の犠牲者の方々に勝手に代表になってるんですけど、一回だけ言ってもよろしいですか？ありがとうございます。一回だけ言いますね。本当にもう D2 で出待ちしないでください。ああ、いいした。一回だけ俺言いたかったです、本当にもう。一回だけ。もう大丈夫です。おい、聞こえてるか？緊張してるだろ？それ知ってる？俺も緊張してるよ、今。じゃあ、行くねあ、死ね。第一、クソちゃんクリア。もっと怖くに来いよ。え？暗すぎて、しびれるでしょ？あらよ、もう。暗すぎて怖くて、死にそうですね、あなた。僕は知ってますけど、この先を。まるで地獄のドアに、どんどん行ってる感じですかね。先に行きますかね、自分。あんたたちの役目はもう終わりだよ。Hello? Hello? Don't shoot me? Hello? My friend? Nice to meet you? Nice to meet you? Nice to meet you too. Hey, nice to meet you.ボンジュール、はじめまして。ハロー。ハロー。Where are you from? I'm from Japan. Japan. あー、日本の方ですか。日本語、喋れます。おー、うまいうまい。あ、何拾えます。何拾えましたか。なんか美味しいものありますか。遅かったな、俺から遊ぶよ。美味しいもの油断ございません。あ、ないですか。あーくそがよ。殺してくれ。ガーゴーベー叩きよ。くっそー、くっそだよ、もう。あー、ラボキーですか。まあ、大事にしてください。
自分、近いうちにはラボ行けなさそうなんで、今。もらって行ってみたいとも思うけど、ライトハウスの攻略は多分終わってないから、今。あ、ラボ行こうかな。すいません。ディスコード来てくれますか？一回。いや、待てません。あー、ご飯食べてますか？食べてください。はい、すいませんでした。すいませんでした。失礼しました。失礼しました。いや、ご飯食べてください。マジで、ブラック企業って言われるんで。すいませんでした。切りますね。はーい。はーい。やっべ。配信の音をなんかケアしてくれるビビさんがいらっしゃいますけど、うちの YouTube モデルさん。直してくださいって言ったら、まあ、ちょっと待ってくださいって言われて、ダメです、待てませんってしたら、今朝ごはん食べてる中なん、食べようとしてるんでって言われたとか、うわぁ、すいませんってしました。なんでこんな時間で朝ごはん食べるの？今何時？ 8、あ、すいません。やべえな、マジ。やべえことしたな、もう。俺、時間の感覚なくなったの俺しかねえや、マジで。やばすぎだろ、もう。朝8時からな。朝ごはん食べて決まってるだろ、マジで。ちなみに、ケイさん、朝ごはんいつ食べますか？俺ですか？夜中18時半です。だから、朝ごはん食べてもいいって！なんで中央売ってんのよ。今朝ごはん食べに行かないの？何してんの今ここで。あ？彼女も持ってないからもう彼女が作ってくれるご飯食べなかったろ。俺みたいな立派な夫は、彼女が作ってくれたご飯食べながら今やってんのよ。ご飯食べてきたよ俺は。お前早く食べに行きなさい。ちょっと。マジかよこれ。わあ、コットンビニ！ギアさん？なんでギアさんの話してるのかわかります？ギアさん、コットンビニなんすよ。ああ、もういただくもらいます、先に。うまい。ギアさんが前のシーズン取ろうとしてさ、最後に出たクソアイテムです。なんで単発なのクソ、マジで。なんで単発なの？めっちゃ綺麗なアングルだったのに、なんで単発なのこのクソ武器がよ、マジで。最近まあ、思ったところあるんですけど、皆さん、これテトリスで見えたらちょっと病気ですかこれ。完全にテトリスで見えてるわけではないんですけど、こういう白くて何か中にボタンがあったらなんかテトリスで見えちゃうんだよな、もう。あとスイッチ。これもちょっと、こういうのが、うちの家になんか何個ぐらいあって、見たら、テトリスだっていうより、テトリスのテトとしながら7万ルーブルって、テラピストまでいっちゃうんですよね。すごくないですかこのゲーム。リモコンの姿見ただけで、テトリス7万ルーブルテラピストまでいっちゃうんです。考えが。なんでいつも裸なんです？自分裸好きなんで。涼しいです。まあ、せっかく相手さんがまあ、弾を撃ってきたんですけど、そりゃ僕なんか切ってんまあ、はい、無駄でーす。みたいなの。あれ、ちょっとあれじゃないですか。失礼じゃないですか。まあ、お腹一発ぐらい、まあ、貫通されても人間、そう簡単には死なないんで。ケイさん、銃弾当たったことあるんですか？自分の記憶にはないんですけども、あったかもしれないですね。まあ、軍が騙して、記憶削除させても、あなたは幸せに終了しましたよってして、家に帰したかもしれないから、もう、それ誰も知らないですね。でももう、日本人かもしれないけど、韓国に行かされても、懲役刑務ぶり合いさせても、日本人の記憶なくなってるかもしれない。それ、まあ、ザ・ジーズ・ゼ・ソーはうまくできないかもしれないですけど、ある程度日本語は喋れるのがもうあるかもしれないよ、俺。そう。